めっちゃ悪名高いところにいたんです創価学会に献金とかしてるんですか今現在出してます出してますおおそれいくらいくら出してる幼少期はね、はい、浮き沈み激しかったです お父さんお金持ちだったんですね、はいはいはい、でもお父さんがお金持ちなんじゃなくてお父さんの実家がお金持ち で、お父さんいわゆるボンですよボンボンですね、まあ、僕の息子みたいなもんですたくみくんパパはたくみくんみたいなで親がまあ親というかねスポンサーがいて商売するけど、はいはい、やらかすんですよなるなるで一時期時になってわーってなっててもバーンになるんですよ、はい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 、バーンを僕は小学校5年で経験したんですね、はい、借金取りが家に来て来てパパだけボンうちはボン親戚お金持ちの中僕だけボンもう一回当てるんですよねお父さんお父さん当てるギャンブルライフですよね実家のお兄さんとかいろんなとこからやっぱり借金して回ってでやっぱお裕福やから出すじゃないですか、はい、兄さん今度はね、はい、当てるから、はい、こんないい話ないから、ね、引っ張るんですよ めっちゃ俺仲良くなれますよお父さんのバーって集めた金があるからわーじゃないですか、はいはいはい、ボンですよまたボンするんですかでもその時バブルやったんですよね僕はそのバブルで私立の医大に入れた、はいはいあで学校辞めろって言われたんですよねでバブルがこう弾けると同時に僕の学費もやばいですよね、はいはいはい、え自分で働いたんですか学費は学費はあの卒業してから働いて返しましたあじゃあ最後の2年間の学費は、うんはいまあ、これ言うとあれやけど創価学会の人が貸してくれたんですよ創価学会の人が学費を貸してくれたんですね貸してくれたんです、ね、お母さんが祈ったから借りれたみたいなこと言ってましたけど、はい、あんたの今があるのは私が祈ったからそれが僕は許せなくて俺が努力したから医学部行ったし卒業して国家試験向かったのに、はい、あんたはもう増上マンが出てるみたいな満身みたいな私の祈りのおかげなのにみたいな家はそんな感じなんですよそんな感じですガチ創価学会なんでそうなんですね、まあ、でもねいい子たちとかいい人多いんですよいやいやいやそうですよね、うん、そんなん普通さ見ず知らずの青年の学費、うん、ね何千万も出さないじゃないですか、うん、え何千万も出してくれたんですか1200万ぐらい出しますよね創価学会に献金とかしてるんですかあのね、僕のお父さんは、はい、ミケタって言うんですけど、はい、まあ普通その交付基金って言うんですけど、創価学会の発展と世界平和のためにね、はい、すると福運積むっていう考え方なんですよ。福運。福運。福運ってなんですか。だから運を積んだら、はいまあ、自分に返ってくるみたいなね、はい、考えね。だからみんなね、まあ、10万の人もいるし、100万のいる人もいるし、100万だとミケタでしょ。はいはい。ミケタっていうのはミケタじゃあ1000万とか2000万とか、うん、1000万やるのが俺の夢やっていう、はいはい、それって全部経費になるんですか経費になるんですか経費ではないけどまあ無税にはなりますよ麻生さんはまだなんか出してるんですか今現在出してます出してますおおそれいくら出してるんですか、まあ、ちょっと言えないけどいや言うから そんな大したことないですねあとで B 入るんで、うん、僕もやっぱりどっかで親が祈ったから今があるんじゃないかっていうのがあの拭えないんですよ創価学会の中でお仕事がなんか回るメリットみたいのがあるんですか僕はないけど、はい、芸能界の方あるんじゃないですか芸能界もやっぱ多いんですか創価学会芸能界はやっぱり創価学会の会員が多いんで、うん、そうなんですか、うん、バチンって応援するもん、小学校から創価小学校なんですよ創価小ってありましたわ創価小、創価中学、創価高校でありましたわ未成年の間を全部創価の中で生きてるんですよあのタレントさんとかでね、創価って、はい、創価なんですかってなるよ、そらそれはある意味忖度あるってことですかあるあるあるかいもう俺はあるよなるほどなるほど創価のやつは仲間みたいな仲間みたいなで実際にじゃあそれで幼少期があって、うん、で医師免許を取ってお金貸してくれて、卒業できて勤務医で、はい、東京美容外科を設立したじゃないですか1店舗目どこですか、はい、松江で東京美容外科その前に友達3人と、はいはいはい、東京青山クリニックっていうのをやったんですよ、はいはい、それで意見分かれて、はい、空中分解したんですけど僕はだけは逃げたんですけどそこは儲かってたんですか儲かってました
今でもあります、東京青山クリニックは。そうなんですか、うん、僕は抜けたんですね、はいはいはい、それの1店舗目が松山だったんです、はい、なんで揉めたんですか。ここで人間性ってわかるじゃないですか、はいはい、ドクター3人で、はい、共同出資でやり始めたんです、はい、いくらいくらいくらで300万ずつぐらい出して、まあそんぐらいでできるんですね、はい、でみんなそれぞれの美容外科に勤めてたん、はいはいはい、別で副業として、副業としてやった。いやいやいや、僕は三雲クリニックっていうところで勤めてて、はい、あとの一人は品川美容外科にいて、あ、はいはいはい、でもう一人の人はめっちゃ悪名高いところにいたんですよ。悪名が悪魔クリニック今もあるんですか。いやもう潰れました、潰れました。何が最低なんですか。いやだからもう騙しですよ。え、どういう騙す。だ二重 2万円とかで募集じゃないですか、はい、でもあなたの目はこれは脂肪も取らなきゃいけないし、はいはい、どんどん上がっていくんですよ。なんとかもしなきゃいけないな、はい、80万ですみたいな衝撃受けましたよ。そのトークをやっぱ教えられてるんですよね、はいはいはい、そしたらじゃあ用意ドンでスタート始めた時に、僕の売り上げと、はい、先生の売り上げと品川病院の先生の売り上げが5倍ぐらい違うんですか。5倍ぐらい違うんですよ。でも出資はしてるじゃん、僕も、はい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 、出資してるじゃないですか。なるほどなるほど。じゃあ売り上げ負けるじゃないですか。やっぱりちょっと肩身狭い。そこでなるほど、自分が持ってくる売り上げの比率がちっちゃいから、そうですね、うん、肩身狭くなる。まあまあ売り上げで負けたっていうのはありますけど、はいはいはい、でも僕は腕では負けるつもりはなかった。なるほどなるほど。なんでこいつに言われなあかんねんみたいな。お前の買った車もお前の家も俺の売り上げから来てるやんけって言われて、カチンと来て一人でやるわみたいになったんです。そこでできたのが東京美容院。